ソイングクは、韓国継承南道ウルサン市出身の歌手、俳優である。1987年10月23日に、大韓民国継承南道ウルサン市で生まれる。両親と3歳下の妹の4人家族の中で育つ。子供の頃から歌うことが好きで、キム・ジョンミンが、悲しい公約束を披露したステージを見て歌手になる、ことを志す。大学進学を機に、ソウルに移り、 JYP エンターテインメントなど数々のオーディションを受ける。2011年のソイングク2009年ネットの歌唱コンテストスーパースター系に出場し72万人の頂点に立つ。優勝特典として2009ママに出演しスペシャルステージを披露した。2009年10月27日にはデビュー曲呼ぶよう発売し音楽チャートで1位を獲得した。 また、2009年ドマ男性新人賞を受賞した。2010年、ジェリーフィッシュエンターテインメントと契約を結び、5月6日にミニアルバム、ジャストビギニングを発売し正式にデビューをした。一方でなかなかステージに上がる機会に恵まれない時期も過ごす。2011年9月に初めて俳優のオーディションを受け、ユン・ソクホ PD が演出する KBS ドラマ、ラブレインで、 キムちゃんも、キムチョンソリ役にキャスティングされ俳優デビューを果たす。当初過去の回想シーンのみの出演だったが、放送後、初挑戦とは思えぬ演技が評判となり、予定になかった現代シーンに再登場した。2012年5月に、ドラマの OST を通じて、ソイングクの初の自作曲である、運命を発表した。ドラマ放送開始前の1月にミュージカル、 光家門ん連歌にも出演している。同年7月、TVN ドラマ、応答せよ1997で、初主演に抜擢。イングク自身が、軽症堂出身ということもあり、不山男子の主人公ユンジェをリアルに演じると、男性の方言に魅了される人が続出。社会現象を巻き起こすヒットとなり、ブレークを果たす。また、カップル役を演じたチョン・ウンジとのデュエット曲。 オールフォー u が長い間、音源サイトで1位を占め、ガオンチャートミュージックアワードやネット、アジアンミュージックアワーズなど、音楽の賞も席巻するなど、歌手としての地位も獲得した。この年の活躍で、第6回コリアドラマアワーズで、男性新人賞、K、スターアワーズで、ライジングスター賞を受賞したほか、ネットシーヤが、選定2012年を輝かせた10代の、スタイルアイコン。 男性ファッション誌 GQ コリアのメンオブザイヤー今年の男性16人、ジョイニュースの2012ホットスター8人に選定される。2013年のソイングク2013年4月、アルバム、笑って泣いてをリリースし、スーパースター出身の最初の地上破産者の音楽番組に出演。日本の事務所、アービングエンターテイメントと契約した後、2013年4月24日に、 シングル、フライアウェイで、日本デビューを果たす。6月には、ドラマ、主君の太陽に出演し、ドラマの OST にも参加すると、イングクが歌う挿入歌、恐れもなくは、音楽チャートで1位を占めた。10月、映画初出演でイ・ジョンソクと、W 主演を務めた、君に泳げ、が公開される。12月には、念願の単独コンサート、サプライングクを開催した。 2014年 TVN 月か、ドラマ内緒の恋していいですかに出演し、移民即役とイヒョンソク一人に役を演じまい話し、話題を起こした。11月には、KBS ドラマ王の顔で朝鮮時代第15代国王公海君を演じ時代劇初主演を務め、KBS 演技大賞新人賞に輝く。同年、初の日本アルバムエヴァーラスティングをリリースし、 オリコンデイリーチャート9位を獲得、第28回日本ゴールドディスク大賞でベスト3ニューアーティスト賞を受賞した。2015年3月から5月、2016年にも SBS バラエティ番組ジャングルの法則に出演するなどバラエティでも活躍を見せる。2016年6月には OCN ドラマ元彼は天才詐欺師38式動体で、 マドンソクとタッグを組みプロの詐欺師を演じ、OCN 最高視聴率を獲得。その後、MBC ドラマ、ショッピングをるいで、生活能力はゼロだが、子犬のような笑顔が魅力的なイケメン温蔵師を演じた。この年の活躍が認められ、第11回アジアドラマカンファレンスで特別賞を受賞した。2017年3月28日に、 京気道さざ波川軍を師団新兵教育大隊に入隊したが骨軟骨病変のため帰宅命令が下された。その後、3回にわたる再検査の末、5級、戦時勤動役兵役処分を受け兵役免除となった。帰宅命令を受けて4ヶ月後、ファンコミュニティに兵役免除に対する心境を綴った。2017年8月4日、 ジェリーフィッシュエンターテインメントとの契約が満了し、応答せよ1997で共演以来の親友のイシオンの紹介で BS カンパニーに移籍。2019年からは BS カンパニーから設立された俳優マネジメント会社ストーリー J カンパニーに所属している。2018年、日本で大ヒットしたドラマが原作の空から降る一億の星で主演を務めた。 平役免除後2年ぶりの復帰となったこともあり、制作発表会では立ち上がり深くお辞儀し、これまでご迷惑をおかけしたことについてお詫び申し上げたいと挨拶、覚悟を決めて役に挑んだ。2019年に映画パイプラインの撮影を終えた。2020年12月、ある日我が家の玄関に滅亡が入ってきたに、キャスティング確定し、2021年上半期に、 TVN で2年半ぶりにドラマに復帰する日本韓国ありがとうございます。